令和元年9月14日富士通スタジアム川崎にて 2019X リーグディビジョン2イースト本日が開幕戦となります。その2試合目ブルーサンダース対バーバリアの一戦が行われます。試合開始15時45分キックオフ予定です。ただいまから試合開始前のコイントスを行います。手前側カラー、グレーのユニフォームを着ておりますのがブルーサンダーズ、奥側ホワイトのユニフォームがバーバリアンです。バーバリアンキックオフ、ブルーサンダースリターンで試合が始まります。プレーナンバー1の11バーバリアンサーダウン4、ボールオン自陣27ヤード。QB サーク、クォーターバック14番、パスを投じようとドロップバックしましたが、これをブルーサンダースが QB サーク。ブルーサンダースファーストダウン、ワイドレシーバー17番キャッチアンドランによりファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック27番右方向にロールアウトしながらワイドレシーバー81番にパスを通しファーストダウン。キッカー5番フィールドゴール失敗、攻守交代です。このパントファンブル、ファンブルしたボールを抑えたのはバーバリアン、したがってバーバリアンファーストダウン獲得です。クォーターバック27番パスを投じようとしてスクランブル、ファーストダウン獲得です。パス成功、タッチダウン。クォーターバック27番エンドゾーンに向けてパス、このパスが通りタッチダウン。ブルーサンダース6点獲得。パスを受けたのは12番、プレーナンバー2の23ブルーサンダーズファーストダウン10、ボールオン自陣13ヤード。バーバリアの攻撃は自陣13ヤード地点からの攻撃となります。失礼しました、ブルーサンダーズの攻撃です。中央へのランプレファーストダウン、ブルーサンダースファーストダウン。
ナイスラン、ファーストボールオンは相手陣6ヤード。タッチダウン。ランニングバック98番ハンドオンから中央突破、相手タックル引きずりエンドゾーン飛び込み、タッチダウン。ブルーサンダース6点獲得です。プレーナンバー3-6、ブルーサンダースファーストダウン10、ボールオン相手陣48ヤード。ブルーサンダースファーストダウン、スロットバック14番、リバースプレーで右オープン展開しファーストダウン。プレーナンバー3-9、ブルーサンダースサードダウン11、ボールオン相手陣31ヤード。バック27番、左にロールアウトしながらパスを投げようとしましたが、これをバーバリアンが QB サックロスしています。プレーナンバー3-13、バーバリアンセカンダウン9、ボールオン自陣5ヤード、パス成功、ファーストクォーターバック14番、自陣深くからのロングパス、ターゲット18番、これを18番キャッチし大きく前進、ファーストダウン。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック14番、ワイドレシーバー9番へのロングパスを通し、ファーストダウン。ボールオンは相手陣27ヤード。キュービーサック、94番パスを投じようとしましたが、これをブルーサンダースがキュービーサック、キュービーサックは77番。バーバリアン元の地点よりサードダウンの攻撃、ファーストダウン獲得まで残り18ヤード、パス成功、ファーストダウン。パス成功、クォーターバック14番、ワイドレシーバー9番にパスを通し、ファーストダウン獲得です。クォーターバックからパスを受けたのは9番。セカンドダウン2ボール。タッチダウン。クォーターバック14番、ヒッチパスフェイクでエンドゾーンへのパス。ターゲット9番。18番。失礼しました。ターゲット18番。エンドゾーンで18番キャッチし、タッチダウン成立。バーバリアン6点獲得です。これより第4クォーターに入ります。プレーナンバー4-1、ブルーサンダースサードダウン3、ボールオン自陣46ヤード、パス成功、ファーストダウン。ドロープレー、パスに見せかけたランプレー、キャリア98番。プレーナンバー4-7、ブルーサンダースフォースダウン残り1ヤード、プレーをします、ギャンブル。ボールの相手陣34ヤード、中央へのダイブプレー、ファーストダウンには至っておりません。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、パス成功、ファーストダウン獲得です。再び中央へのランプレー、キャリア98番。クォーターバック27番、プレイアクションからパスを投じようとしましたが、これはバーバリアンがアジャストし大きくロス。
ップミス。このボールを抑えたのはバーバリアン。バーバリアンが攻撃権確保、ターンオーバー。パス成功、タッチダウン。クォーターバック14番エンドゾーンに向けてのパス、このパスをワイドレシーバー9番がキャッチし、タッチダウン。バーバリアン6点獲得。プレーナンバー4-22、バーバリアントライ4、プレーによる2点を狙います。2ポイントコンバージョン。クォーターバック14番スラントパターンで走り込むレシーバーにパスを通し、ディフェンスの反則がありました。しかしこの反則を取りません。したがってプレーは成立。2ポイント成功でバーバリアン14点、ブルーサンダース14点、同点です。プレーナンバー4-27、ブルーサンダースサードアンスリー、ボールオン自陣40ヤード。パス成功、パスター。ブルーサンダースファーストダウン10、ボールオン相手陣28ヤード。パス成功、ファーストダウン。ファーストダウン。ブルーサンダースファーストダウン2ゴール残り7ヤード。試合時間残り53秒。ランニングバックにはハンドオフから塩突破、相手タックルを跳ね飛ばしセカンドエフォートでそのまま相手を引きずりエンドゾーン、タッチダウン。ブルーサンダース6点獲得。プレーナンバー4-38、バーバリアンセカンドダウン10、ボールオン自陣33ヤード。試合時間残り34秒。ファーストダウン獲得まで残り10ヤード。パス成功、ファーストダウン獲得です。パス成功、ファーストダウン。インターセプト。クォーターバック14番タッチダウンを狙ったエンドゾーンへのパス、しかしこのパスを受け取ったのはブルーサンダース。したがって攻守交代です。ターンオーバー。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、ブルーサンダース21点、バーバリアン14点でブルーサンダースの勝利です。ブルーサンダース対バーバリアンの試合はファイナルスコア21対14をもちましてブルーサンダースが勝利を収めました。で最後まで戦い抜きました両チームに今一度大きな拍手をお送りください。本日は富士通スタジアム観戦へご来場いただき両チームに対する熱いご声援誠にありがとうございます。本日の第3試合は6時25分キックオフの予定となりました。6時25分キックオフの予定となりました。引き続き熱いご声援のほどよろしくお願い申し上げます。